日本神奈川県横浜市中区若葉町若葉町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は若葉町1丁目から若葉町3丁目で、住居表示は未実施。郵便番号は231-0056。面積は0.030平方キロメートル。中区北西部に位置する。北は末吉町1から3丁目。東は長者町7.8丁目。 南は、伊勢崎町3から5丁目に接し、東側が1丁目となる。伊勢崎町商店街の裏通りにあたり、飲食店等のほか、3丁目には1952年に、横浜名画座、1953年に、横浜日劇が開館し、洋画は、日劇、邦画は、名画座のフレーズで映画の街として栄えた。日劇は2005年に閉館したが、 名画座は1991年に,にスクリーンのシネマジャックベティに改められ、現在でも営業している。町内に鉄道は通っていないが、近隣に京浜急行日の出町駅と小金町駅、横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢崎長者町駅と坂東橋駅がある。江戸時代に堀割川を改作して生じた土砂で沼地を埋め立てた吉田神殿の一部として開墾された。 1873年に現在の町名となる。1889年に横浜市、1927年に横浜市中区の一部となる。1928年に一部を長者町に編入、長者町、末吉町の各一部を編入し、若干町域が変更された。地名は加盟を取った随称地名である。第二次世界大戦後は、付近一帯が、 戦領軍に接収され、現在の若葉町にあたる位置に、大岡川に並行する向きに、アメリカ陸軍の軽飛行機用滑走路が作られた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。